けど。そうです、ね。でも次白番なんだ。あ、そうですね。やっぱり取り繋がれると、黒負けですね。取ってしかないので。はい。これは2手3手4手5手。あ、はい、負けますね。はい。これはダメそうですね。うん、なんで、まあ、取られてしまったら大変と思うので、いや、もう次のかなと思ったんですけど、ここで、なんか、こういう機能があるかなと思って、ここに打ってみて。はい。はい、もう出るしかないですね。そうですね。これ黒つがれてしまうと取られてしまう。はい。出るしかないと。はい。押さえて。こうやって切って、で、まあ、実際こうなったんですよ。うん。まあ、これでもこれここに行っていられるってことは伸びたらやっぱり。あ、そうですね。これはここに剥がれたりし、が剥がれても、これは全然ダメですね。みんなでよくても、はい。一回投げようって言って、こっちに。じゃあ行く必要なんですね。はい、ね、でここで、ここに私抱えたんですね。で、まあ、ここで一段落したんですけど、まあ、ここの辺がフォローしてるんですけど、一応なんとなく白物っぽかったところに黒も少し地を持ってきたので、まあ滑れなかったかなっていう感じがしますね。まだ今のところで分かってるみたいな。そうですよね。さっきまでこれ白がちょっと厚かったですよね。それがね、黒が入っていたので。そうですね。一応まだここまではなんとか頑張れたみたいな。もうこっからボロボロになりました。名人がそろそろ本領発揮を。いや、でもまあ、ここが生きたということで、もうお時間です。そうですね。そうですね。この後、あっという間にこの辺りで悪くしてしまって、で、ちょっと粘ったんですけども、中押しで、はい、投了しました。いや、今の一目負けたとか言われてよかった。本当に、ゆうさん分かってらっしゃると思うんですけど、そうですね。今でもここまでなんか、もう、初め30回ぐらい潰されてしまうかなと思ったんですけど、なんとかこう。そんな、やっぱあるんですか？やっぱ名人ですから。はい。そう、ね、450人ぐらいの棋士の中のもうトップの方なので、名古屋にも有名な棋士いるんですよ。羽根直樹。ああ、そうですよね。羽根先生でもすごい優しそうな顔されてるんで、なんかこう優しくてくれそうじゃないですか。決めてとかだと、でもなんかこう細かく細かくこうなんか一目散ぐらいで、あ、惜しかったねみたいな。パーティーの準備しますので、本当にいいんですか、竹内さん。いいです、いいです、いいです。